トランスファンのイルスです。本日のスペシャルゲストは信号中村さんです。こんにちは、トランスファミリージャパン世界中の皆さんこんにちは、信号中村と言います。信号中村という名義で曲を作ってまして、もう作曲と DJ としてはもう10年以上結構長くやってます。メインのジャンルはプログレッシブハウスですとか、まあ最近だとメロディックハウスって呼ばれるジャンルなんですけれども、以前はもうちょっとこう BPM 早めの132とか128の曲も作っていて、で実は過去にエイバにリミックスを提供したこともあります。なので今回出演のお話が来てとうとう来たかとすごく嬉しく思ってます。うん、素晴らしいですね、はい、あのエイバナイツの出演が決定されたんですね、はい、9月7日宮下 OR でですね。そうですね。では早速ですが質問に入りますね。日本でも海外でも DJ を多く重ねてきてます。日本での出演の時は何が一番楽しみですか？日本で一番楽しみなのは日本のファンの皆さんと交流することです。私は海外行っても日本でも自分の DJ 以外はフロアに行って普通にお酒飲んだりいろんな人と話したりするのが好きなんですけども、日本だと特にもう私のことを、まあ、最近してくださった方ももちろんもう10年近く前の友達もいますので、まあ、そういった方と音楽のみならず最近何食べたとかそういったことも話すのがとてもいいです。もう私が今フリーランスで一人で曲を作っていて、基本的に誰も喋らずにずっと部屋に引きこもって曲を作っているので、最近は特にこうやって、まあ、クラブで話したりですとか、まあ、今日なんかイルセさんとも話してなんか日本語最近喋ってなかったなとかいろいろそうだったんですねなのでその日本だと、まあ、もちろん英語で喋るのも楽しいんですけども、日本語で皆さんと話すのもとても楽しく思っています。エイバーナイトが開催される会場がもう私の東京のホームというべき場所で、ありがたいことに1年にもう3、4回ぐらいは毎年出演させていただいてます。なのでそういったリラックスできるクラブで、皆さんとお話しできるっていうのもとても楽しみにしてます。確かに初対面もなんだか終わらだった気がします。そんな気がしますね。なんか外国のゲストが来た時です。オワルはお酒も美味しいし、開放感もあって、比較的新しいクラブですけど、もう私もとても好きなクラブですね。美味しいですね。パスタもすごく美味しいですし。あ、そう。美味しいし、とても清潔感もあって、あとトイレがめちゃくちゃ綺麗でいい。大事ですね。大事で、とても好きなクラブです。今までの DJ で楽しい、もしくは面白い時のエピソードについて話してください。まあ、アメリカ、日本、いろんなシチュエーションで DJ してきましたけども、やはり2023年のトゥモローランドでの DJ が自分にとって気持ちも変わった大きなきっかけでした。で、まあ、エピソードというよりも、トゥモローランドで DJ したり、遊んでいろんなクラブ見てまた全てがもう素晴らしい経験なのですけども、例えば今度 GMO でヘッドライナーでアナウンスされたアニマとかの出演したイベント2023年見に行って、当時は日本でもあまり知名度なかったと思うんですけども、2023年にもうセカンドフロアだったのにもうたくさんの人が見てて、注目度高いな、日本でも入りそうだなっていうのも、その世界のクラブミュージックの最先端を見れたっていうのも、まあ、トゥモローランドでの素晴らしい経験でしたし、あと出演者としてはもうホスピタリティがすごいなと感じました。もうバックヤードでもうご飯も飲み物も自由に振る舞われて、まあ、リラックスして出演者も楽しんでってくださいっていうようなスタイルで、私みたいなね、初出場のアジア人にもすごい優しくしてくれてなんて、ね、素晴らしいものだと思いました。トゥモローランドについてちょっと話そうとするともうずっと喋れてしまうんで発表された時もなんか、あ、信号中村さんがトゥモローランドに出演してるんだーとですね、もう日本人ましてはもうアジア人代表としても頑張ってくるぞっていう心意気でやってきて、とてもいい経験でしたね、それではあの自分の作った曲の中
中で一番気に入ってるものは何でしょうか。はい、その理由と、まあ、制作の過程について教えていただけませんか。一番気に入ってる曲は2021年にリリースされたグローという曲です。今モンスターキャットシルクというアメリカベースのレーベルをメインにして活動してるんですけども、それが以前はシルクミュージックというレーベル で、それがモンスターキャットの傘下に入った一発目のリリースだったんですね。なので、まあ、私のみならずレーベルとしてもとてももう メモリアルな曲ということで思い入れがあります。今もモンスターキャットシルクにいるマックス・フライアントとジェイコブ・ヘンリーっていうのも10年以上前からずっと音楽をやっている仲間で、まあ、こういったレーベルの彼らと私も一緒にこうレーベルの新しい一歩を踏み出すぞということで、もう制作段階でも、もう自分のこれまでの経験ですとか、音的にも僕が昔作ってたトランスっぽい音からプログレッシブの間みたいな音を目指して作ってきて、もうとても手間も時間もかかった曲です。ありがたいことに今でも皆さんに聴いていただいて、クラブでプレイすると必ず皆さん気づいていただいて、もう多分私にとってもリスナーの方にとっても重要な曲になってるのかなと思います。まあ、確かにいつも反応がいいですね。去年ね、福岡に出演された時も、なんだかもなんか、おーと。ありがたいです。もうメロディー聞いただけで気づいてくれる方が多くて、作った回がありました。で、次にチャレンジしてみたい目標などはありますか？なんかありがたいことに、私この毎年3年、5年、10年先の目標をこう作って、もう毎年元旦1月1日に作ってるんですけども、うん、結構今の状態がもう私の DJ プロデューサーとしての夢が叶ってる状態で非常にありがたく思ってます。海外で DJ したり、うん、曲を定期的に作って、で、リスナーの方にたくさん聴いていただいてる。ということで、その自分の目標は結構達成できてしまったので、今は自分よりも新しいアーティストのサポートをしたいなって思ってます。うん、今、インスタの DM にも結構海外の若いプロデューサーから曲聴いてください、フィードバックくださいっていうメッセージ結構いただいて、まあ、日本人のみならず海外の方も、まあ、この舞台の知名度、それからリスナーを増やすためにも、まあ、そういった若い子のサポートをして、で、もう私なんか超えちゃってほしいと思ってます。目標としては、そうですね、そういう若いアーティストの教育というか、まあ、底上げっていうのをやっていきたいと思ってます。あ、すごくいいですね。うん、まあ、今からは芯を育つ役割ってことですね。そうですね。なので、ぜひ、日本の方も海外の方も私にガンガンメッセージでも送ってほしいです。海外のアーティスト今、有料でフィードバックするサービスも結構増えてるんですけども、私は今のところその予定はないので、無料でできる限りフィードバックしたいと思います。嬉しいです。今からすごく爆発しませんかね、インボックスが。大丈夫です。無理な時は忙しいから無理ですってちゃんと なるべく返したいです。では、最後に、ファンに伝えたいことがありますでしょうか？そうですね。まず、エイバーナイト来る、まあ、来る方、もしくは気になってる方への、まあ、エイバーナイト、日本国内の視点時もそうですけど、海外の DJ こんなに来るトランスイベント、過去になかったんじゃないかなと、思います。ないですよね。まず、非常に貴重な機会だと思うので、まず、リスナーの方は、一体来た方がいいというのと、あと、今回、エイバの A&R、レーベル運営の方も来るので、直接会いに来て、USB なり、名刺なり渡して、曲リリースしたいと、直接伝えるいいチャンスだと思います。なので、そういった海外レーベルから、トランス、まあ、今、エイバー、トランス以外にも、チルとかプログレッシブのレーベルもあるので、そういったレーベル目指している方も、ぜひお越しいただいて、直接でも渡す、まあ、非常にいい機会だなと思います。で、あと、まあ、残念ながら今回来れない私のリスナーの方へなんですけども、まあ、ちょっとこれ、動画が出る頃にアナウンスされてるかわからないんですが、ちょっと9月に私の大きな
リリースがあります。今のところ言えないんですけども、とにかく皆さん楽しみにしていただきたいですし、たくさんいろんな曲を苦労していろいろ作ったので、ぜひ聴いていただいて、もし気に入っていただけたら SNS などでコメントいただけるととても嬉しいです。この間も何かまた新曲リリースされたんですよね。リリガーデンっていう海外のアーティストとのコラボレーションで、それはすごいよりチル、リラックスできるような曲なんですけども、でも本当楽しみですね、うん、9月7日。イルセさん的にこの DJ はぜひ見たいな人、みたいな人いますか？いや、まだ見たこと、慎吾中村さん見たことない人は、本当に見に行ってほしいのです。うん、まあ、毎回ね、見れてすごく嬉しい。私もいろんな DJ 見れて楽しみですね。多分、もう10時から5時まで3回行ったり1回行ったり、すごい忙しいことに楽しみにしてます。うん、では、9月7日、エヴァナイツ、OR 宮下パークで、会いましょう。お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。